ではあらすじを確認からいきましょう。飛行船を終え、やっとたどり着いた遊覧より空前の姿がありませんでした。さればかりかクリードの指名演説を信じた人々、私をクリードに差し出し除名を請うため罠を待ち受けていたのです。あ、今回リチャーが書いてますね、日記。ごめんなさい、ごめんなさい。あなたたちを巻き込んでしまったのは間違いなく私の罪です。どんな罰も受け入れる覚悟はあります。けど今ここに泊まるわけにはいかないのです。そんな私を意外にも世界勇者アーメスさんがかばってくれたのです。アーメスさんによれば飛空船は軍が接収しイグナトル駐屯地に向かったそうです。イグナトル駐屯地はユーラヨの南西岩の街道を抜けた先です。アーメスさんは以前皆を騙した人ですが、私はもう一度彼を信じて進みますということで、今ねイグナトル駐屯地に来てますね。で、なんか四年石だっけ、なんかアイテムを探さないと、なんだっけ、なんか盾の門みたいなのが開けらんないからみたいな。だからちょっとね、そのね、暴力源探しはね、ちょっとそういうことになっちゃったんですけどね。ということで、今回は、2年生、それを探しに行ってこうかやってるんですけど、よし。多分ね、この先なんだよね。進んでいきましょう。まだ行ったことのない場所。あ、そうだね。え、なにこれ、なんかこんなめっちゃ迷路になってるんだけど。帝国ガスの本質を確認、容易に引火する可燃性ガスだってことは、あ、違うか。ちょ とりあえずこのゼロも邪魔だな。可燃性ってことは燃やせばいいってことだよな。あれ、ここは通れるけど、あ、いいのかな。火つけっぱなんか放火した気分なんだけど。やったことないけどさ。悪いことした気分なんだけど、いいのかな。また入り組んでるね、ここもね。ちょっとね、損を育てられそうなんで、まあ、ザコ敵もあんまり強くないし、まあ、進行しながら僕決めていこうと思うんですけど、まあ、テームズ関係の今あれか、嬉しいニュースって、まあ、グレイズのリマスターが新作出てほしいよね。そうそうね、あれもうアライズ出て4年ぐらい経ってんのか。あ、これあれだよな、フックショット。そんな気がする。あ、ですよね。でもちょっと待って、アイテムがあるからあれ取りたいな。よし。これよ、これ、これ。あ、暗くてうまく引っ掛けることができない。え、何それ。あれか、火つけないといけないってこと。さっきあれが火つけたんて明るくしたってことなのか。あー、なるほどね。視認性良くするために火をつけて視界の周りを明るくしないといけない。こういうところよ。え、ちょっと待って、明るくなれ。あ、よし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 。うわ、ここ、あ、結構簡単に壊せるかも。だって、え、おお、あー、よしよし、こういうことね。は
いはいはいはい。でまたさっきのスクショットのところに戻ると、なんかお尻に引火しそうで怖いんだけど大丈夫か。行きました。まだ似たようなとこ何か所かあるんやのか。あー、あるね。あ、よし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 。で、こうまた引いて、うん、あれ、ここもマークしたら火消えるとかじゃないよね。あ、違うっぽい。つけるところにはつけていきますか。これいって、おー、やだ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 。ここなんかアイテムあったよな。よし、ファッションリング。なんかちょ待って、かけらんないんだけど。あ、よしよしよし。でこの先です。まだ続くのか。あー、でもセーフポイントあるってか、長いなここなんだこれ。うまく引っ掛けらんない。ちょっと待って。でも行けなくないこれ。あ、本当？エレベーターがあるくさいけど、でもこれ下か。なんだこれ。あ、よし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 。よし。これね、明かりがあったわ。ん？これなんだ、調べるってあるけど。あ、これただのアイテムか。探してたブツかなって思ったら違った。何もない。ただのアイテムのところか。これとかなんかありそうだけどね、これ。なんだろう。不自然になんか床の色が変わってるっていうか。あ、そう、ここなんだけどさ、なんかさ、めんどくさいギミックがあってさ、こういうなんか白い石みたいなのじゃん。こういうなんかこう跳ね返すんだよね。あ、なんかできた。そう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 。あ、なんか石が、なんかこう、ソーサーリングのエネルギーを跳ね返してくれるから、それをなんか利用してギミック解いていくっていうのもあるみたい。あ、こことかもそうかな。あ、よし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 。そうそう、こんな感じでね。おー、すごい。あ、行き止まりか。なんか燃やすところないよね。大丈夫。なんかあったんだけど、ちょっと待って。違うか、はしごか。だいぶなんか下の方まで来た感じがします。めっちゃ光ってるのあるんですけど、あれじゃないの？うわ、このブツ絶対これやん。ですよね。来たぞ。大きい。これなら縦のもの全部開けられるんじゃない？この大きさなら申し分ないわね。どうやって掘り出すの？芸術家の通う相手に重労働は無理だよ。時間がない。いいねさ。はい、みんな下がっててね。やっぱりあれか、力任せというか、まさか。採掘完了。二人とも過激すぎるイケメンだったらどうするの？ちゃんと加減してるわよ、勘だけど。よーし、でけー、巨大な四面石。さあ、これで戻ればいいかな。
もう探索した時にちらっとねこのエレベーターが見えたんですよ。絶対これ書くかやって思って、おゴーアンイネス、イネスの前に置く、なんけ機械人でいいのか、機械人にある自分に匹敵する。一体どうやってあれだけの出力を絞り出しているのだ。これは僕の推測だけど、あの胸が怪しい。まあやっぱパヨツやろな。あの胸が怪しいね。きっとあの巨大な胸は筋肉の塊なんだ。何そんなことがあり得るのか。さあね、触ってみればわかると思うけど行くんかお前、了解、確認してくる報告、イネスの胸はその柔軟性から判断して筋肉ではない。だが彼女のパワーと密接な因果関係を持つ模様。胸に触れた瞬間繰り出されたイネスの攻撃は自分の耐久力を大きく上回り、わー、完全でしっかりすごい、本当に面積を振り出してきたのか。君たちまだ逃げてなかったの？当たり前だ、最後まで見届けなければ軍本部への報告ができない。兵士さんよ、悪いが飛行船は借りていくぜ。飛行クジラを追うためにな。わかりました、飛行船を操縦してきた操舵士も死に、僕たちには宝の持ち腐れです。だが気をつけろ、屋上には飛行船に来た仲間たちを襲った化け物がいるはずだ。任せてくれ、ゼロもなんかに負けやしないさ。違う、私たちを全滅させたのは不気味な叫び声を上げるたった一人の人間なんだ。化け物みたいな力を持った私たちと同じ帝国軍兵士、階級章は軍曹だった。あ、あの軍曹さん、まさかそれって、私たちは盾の門の上部に行くわ。着いたら合図を送るから門を開放してちょうだい。その後あなたたちは速やかに脱出するのよ。脱出の前に生存者の捜索をしなくては、まだ生きている仲間がいるかもしれない。ダメです、国務省さんイニス・ローレンスが命じます。祖国脱出し軍本部にリグナトル壊滅の伝令を。残酷な現実に冷静に向き合う兵士にとって一番重要な心得よ。了解しました少佐、盾の門上部へは基地左翼から出られるはずです。ご分を。お互いに今できることを全力でなしましょう。お、盾の門を全開放するわ。準備はいい？はい。お願いします。屋上にいる飛行船を襲った軍曹。ねえ、その憑依兵ってもしかして。たとえそうであっても俺たちは、クリードを止めるために行くしかないんだ。あの、いい人だった軍曹さんね。あれだよね、一回なんだっけ、ゼロム憑依兵の時に普通の状態で出会ったのと、ゼロム憑依兵の時に出会ったのと、さらにその先ってこと。あ、やっぱりね、オルガ軍曹さんだったか。あー、もうダメだ。もう助かんないやろな。ベータ称号、お前たちは下がっていろ。こいつは自分が抹消する。わしは殺した、戦いのない世を作るため、敵を、敵の家族、敵の子供を。多分あれだよな、コーネルピンに近づきさえしなければ、まあ、コーネルピンの、あの部下とかまあ、近くにいなければこの人普通に兵士さんとして生きられたよな、きっと。破壊しちゃう。悲しすぎる。違います、これはゼロム融合。ゼロム融合。あ、そんな、そんな、正気に戻ってくるぞ。さわあ、え、シルバ大佐の時みたいな感じ。じゃあ行くか。レイジカメリア戦。琥珀連れてきた方が良かったかな。何か、なんか気になるな。琥珀連れてくるか。なんか会話イベントありそうだよね。じゃあちょっと一回切りますね。やっぱ琥珀連れてくるわ。もうなかったらなかったでそれでいいんだけど。はい、じゃあ琥珀連れてきます。やっていきましょう。軍曹さん、琥珀、
ね、ちょっとした会話だったけど、イネスと琥珀を連れてくると発生するのか。おお、嬉しい、見られた。琥珀を覚えるだけの私スペシャル、いてて。
ガルデニアの作るムー同然なのですか。悲しくて寂しいけど無なんかじゃない。うまく言えないけどちゃんとここに何かが残ってるんだ。グンザイト、辛い役をさせてしまいました。問題ありません。機械人の自分がとどめを刺せば誰のスピリアも傷つかずに済みます。お前が本当に冷酷な機械野郎なら誰が傷ついても気にしないはずだろうが。なんとか飛べそうよ。優しいよな。みんな集まって。はい、ということで今回ここまでだな。いやー、軍曹さんマジで何もしてない、ほんと一方的な被害者だからな。いや、普通に軍人として務めを果たしてね、いや、なんか人らしい優しさもあって琥珀助けたりとかさ、一方的に変な奴らに変なように利用されて化け物になってね、最後はあんな感じで亡くなっていくっていう、いやー辛いわマジで。いやー、あれイネスさん、あ、そうか、イネスさんここにいるから一時的に離脱してる形になるのか。はい、ということでじゃあ次回は飛空船に乗ってクリードたちを追いかけるという、そんな感じになるのかな。はい、お疲れ様でした。